はいどうも今週遊んだゲームを紹介していきたいと思います。ウィー <laughs> 大丈夫ですか？夏バテ？なんかどういうふうに進めたもんかなってなっちゃった。夏バテいいじゃあ、えー、早速ね三人今週遊んだゲームやってきて紹介していきたいと思います。福山さんからお願いします。はい、あ、私からですか？はいどうぞ。えっとね私はですねサイレントヒル2リメイクの、うん、メディアシウカにアイジェムジャパンから行ってきました。はい、担当編集は千葉さんでした。<ー> <laughs> はい。 でまあ、あの記事も、まあ、出てるんで,で、ね、ぜひ、ね、読んでいただければとは思うんですけど一言で言えば、うん、よかった僕も、ね、プレイレポートであんな褒めるのはちょっと初めてくらいちょっと褒めピアノさん自体「サイレントヒルツにかなり、ね、思い入れあるでしょうし、ね、思い入れあるしその、まあ、実際やってみて。 まあ俗に言えばもうあもう完全に解釈一だわっていうかね。おお。よくなってる、良かった部分はさらになんかよくなってるし。で変えてる部分は別に変な買い方してない。なんかああなだ、な納得部分がある。あそこはものにはなってないってことね。うん。あ。ちゃんとなんか新しい驚きがありましたね。はい。もう少し詳しく。そうね、もう少し詳しく聞きたいんす <laughs> サイドヒル2の持つなんていうか精神性みたいなところをもう少し僕が聞きたいんですけど、うん、そこを教えてもらえますか。うん、つまりあローゲームってどういう魅力があるものなのかってことですね。そこね、ちょっとネタバレせずに言うのは難しいんですけど、うん、そのまあ基本的にあのうつゲー的なジャンルに位置づけれる先駆的なゲームと言ってよいんですよね。でそのしあのー、まあいうしキャラクターみんなもなんか心病んでるから、うん、うん、あのそうするとその なんだろう今のなんかこう新しいプレイヤーに向けてこう割と抽象的っていうか曖昧な表現も結構多いからそこをなんか分かりやすく噛み砕いてしまうと結構バランスがやばいことになるし持ち味が失われちゃうとしまことか,かといってなんか戦闘とか面白く現代風にすればそこも何か。 がテーマとしてちょっと乖離してくるしっていうふうに結構割と変えるの難しいところがあるんですよねところがその,せあのキャラクターの心のや闇具合とかもなんかカットシーンのねいいんすよ表情ね。 いいやもう言いましたよ僕も直接プロデューサーに <laughs> カットシーン良かったっすねって,言って <laughs> で聞いたんですよインタビューでブルーバーチームってどっちかというとなんかレイヤーズ・オフィアとか一人称視点のところっていうイメージが多いじゃないですかプレイヤーウィッチとかどうやって3人称視点あんなねカットシーンとかできたクオリティ高くできたんですかって聞いたら。 ま簡単に言えば、ざっくり言えばですよ、うん、やっぱパートナーの会社が協力してくれた、うん。だからあんまりそれ聞かれて、ブルーワーチームそんなに嬉しくなさそう。<laughs> <laughs> <laughs> なんだそれいう試うまくいってるってことなん。<laughs> そうそう、他社、他社さんがや、他社のスタジオがやってるからね、うん。ただ、あの、サイレントヒルの、あの岡本さんのプロデューサー、めっちゃ喜んでました。それ。<laughs> <laughs> <laughs> まあ重要だからね、その、なんていうか。まあ、なん、なんつうんですかね、指摘というか、文学的という。いや、運営そういう作品が重要なわけじゃん、そこがいい、うん。証明具合とかもね。 いいしまあ、よりね。だからその分かりやすくなったというよ。りかすごく繊細になってるって感じで。<ー>ああ、なんかあ病んでるんだな。みたいなね。なんか <laughs> 結構苦しんでただな。こいつらみたいなね。すごくなんか？ 苦しんで苦しんで苦しみ抜いてる感じがもうちゃんと解像度高くなったってことなんだねいいんすよ内容として解像度が高くなってるってことなんだよねだからんていうんですかいわゆる画面のレゾリューションではなくてサイレントヒルってさダウンプアとかもそうだしホームカミングとかもまあ普通の後継者的な作品がまあそれなんですけどみんな心病んでるのがいいんですよなんかねちょっとまずサディスティックな見方だけどああこいつ心病んでだからまあやっぱドストエフスキーの罪と罰とかから影響受けて罪と罰もなくてまず読めって言われたっていう病んでる。 感じが楽しいんですよ、中見てて、手塚治虫のさ、なんか罪と罰の漫画読んでてもな、さなんかさ、主人公がさ、大臣。心病みすぎてても、大臣キスするシーンのさ、<laughs> めちゃくちゃいいんだけどさ。<laughs> だかそういうなんかあ、あ、なんか、あの、なん、きょう、なんだなエ。エモーション、なんか闇のエモーションな <laughs> ん。みたいな表現が、やっぱサイレントヒル2のリメイク、今回も,も、う、さらにもう、パワーアップしてるし。で、なんか、戦闘とかも。あ、あった、あっなんか、ちゃんとね。 打つメリットが大きいですね、今回は<う>前回は割と避ける要素が大きいしなんかそれの突き詰めたのがシャッターのメモリーズだったような気がするんだけど、うん、なんか今回はあのー、ちゃんと対峙して打たなきゃいけないしなんかね、敵がね、ひょいひょいって言って、ね、結構ね、機敏な動きするんですよねそう、敵がそうそう、ほーってこうなるし、うん、なんかその、で、やっつけたらやっつけたねなんかこう、ブンブン生えてるなんか。 ハエをこやっとこう振り払ったみたいな <laughs> なんかもううっとしいみたいな感じの, <laughs> の感触になっててあもうやなんか爽快感とは無縁なんですよね。うん、なんかそその辺の落としあのアクションの落とし込み具合も良かったし、なバトルを楽しむゲーム時代にはなってないってことだよ、ね。なってない。うん、だから、うん、あの肝というか映像を見てなんかバイオハルエイトみたいなんかみたいじゃないみたいな感じでなんか。 コメントあのなんか読者の方とか,か他の記事のねこととかもなんかそういう反応してる人なんかわずかにいるんですけどいや全然僕的にはある一つではなかったなと思います、ねうんうんうん、あとね探索もね、はい、ガラス割れるんですよまあだからだからなんだって話なんだ,そ、ね、それだけどだからなんだったねバイオを フォー、あのフォーとかさ、箱がさ、いっぱい置いてあってさ、ナイフでさ、こうして。いかにもね、ゲーム的なじゃないですか。今回ね、そのガラスの先にね、例えば、そのくる、あの、例えば、車がね、路上駐車してると。その、よく見たらね、あるんですよ、ガラスの先に、なんか、銃弾が。置いてあって、で、割って手に入るっていう、なんか、ちゃんと、なんか、こう。いかにもゲーム的じゃないところを、ちゃんと、こう。 探索としてこう慣れ立ってるっていうか。うん、だからこういろんなねこうあの町のねこう町並みとかのそのお店とかもいっぱいガラスあるんだけどそれをこう <laughs> 壊して。あちゃんと見たらまあわかるからそんなに壊す必要はないんですけど、うん、なんかよくよく見なきゃいけないし、んなんかわかんんよくわかんないなって言ったら試しに割ってみるとか。うん、でなんかその割ったらこう侵入できるとかもあるんですね。その窓を割った先にね。そう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 。で逆に例えばこう入り口があるんですよ。 入り口から入りますはい入りましたで敵がいますわやばいってなって逃げたら追い詰められますでもガラス割ったらいけんじゃんって外出れんじゃんということは逆に言えばそこのガラス割ったら入り口から入んなくてもいいんですよああガラス割って入ってくれるいろんなルートあるんですよ実はそうそうそこら辺のねなんかねなかったなと思って結構探索楽しませるデザインになってるんだねちゃんとなってるんですよ結構ガラスアイデアだなと思いましたね今後なんか 影響を与えそう、ガラス、ガラス、は、<laughs> あれは。いいぞと思った、うん、<と>単純に、なんか、あとね。まあ、これはネタバレし、だから言わない方がいいか。じゃ、言わないようによう。いろいろよいろいろ気になる要素あったで。<laughs> えー、ただ、あの、もちろん、レポートでは絶賛したけど。うん、あの、まあ、懸念点はいくつか。ある。ある。ある。 でしょまあそれはねねやっぱね全体の尺がやっぱ増してるんですよねそれこそあのなんかあのこの前に収録したゾンビ界でも「バイオハザード」とか結構周回要素がね重要だと思うてる。けど、うん「サイレントヒル2」もあの時代のホラーゲームだから割とこと周回してマルチエンディングとかをこう楽しむゲームなんですよね,そうですねところがボリュームはしてたらちょっと周回プレイとかちょっとしづらくないんじゃないかとかそういう懸念はちょっとあるんですよ。僕の中でうん、うん それはまあちょっと製品版触ってね判断したいと思いますけどうん、うん、実際のところどうなん,しう回がなんかし集会が面倒くさくなってたらちょっと嫌だなという部分もあるし、うん、とはいえ、ね、さあもう今のトレンドとしては一周遊んでマルチをした人がももっ,やってくるぐらいう、ね、そこの、ねうん、バランスどう見るかだよねその評価する原点の持ってたやっぱマルチで楽しみたいっていう派閥な実際マルチエンディング採用されてるからある程度集会プレイは想定されてるので、うん、結構迷いどころなんです と思いませんか周回重視するか1回プレーね、よさを重視するかそこ結構難しいなと評価で実際やってからそれは集会プレイだと「バイオハザード RE3」とかは原作の周回前提的なところを取り込んではいたんですけどあれでめちゃくちゃ周回するかというとしないですよね、あんまり。もちろん楽しむ方もいますし最高難易度とかそれはそれで楽しいらしいですけど。 ね、今の時代、ちょっと、ね、ゲームの数もすごい多いしあと、まあ、ゲームプレイヤーの年齢が上がってたりすると、うん、1>, 1個クリアしたら次行きたいみたいなところもありな、ね、なかなか難しいところでですよね、うん、まあでも懐かしさからやる人とかだったらするんじゃない福山さんだってするんじゃない,すいやもちろんしたいですよ、あのうん、新しいエンディングあるっていう話ですからまあ途中で折れる可能性はあるね。 見たいけどやっぱその長尺になればなるほどやっぱうまみもめんどくせえなっていう気持ちが出てくる可能性はやっぱあるからね一般のとしそうね、うんうん、そんなところですか言っておきたいことは、ねうん、あとちょっと聞きたいんですけれども、はい、原作未プレイの人はリメイクから入って全然これが、ね、そうどういい,いいこと聞いてくれましたもう最適な入門編になってますこれはこれがまただそこのがすごいんですよねどう,しどうして最適なんですかいやあのちゃんと現代的に面白いから 現代的になってて面白しろい<ー>あのし、まあ、操作とかも単純にたあのやってて、ちゃんとあのあの3人 TPS になってるし、その原点にある面白さを現代的に楽しめるってことなんだし、その上で、サイエントヒル2のもともとの持ち味が楽しめるってなってるから、これはもう、別にオリジナル版、履修する必要なくて、うんうん、おいきなり盛り抜け入っちゃっていいと思うんです、これは。うんうん、もうすごく押せます、ねだからうんそこもすごいなと思いましたね。 結構海外メディアもそれ。僕と結構同じこと言っててね。なんかゲームスポットとかも。もうファンは <laughs> ファンはすごく興奮するだろうし。うん、あの初めての人はもうこれすごいものす。す、うん、楽しめ魅了されるだろうと。うんうん ってて書いんだけど本家 IGN は何なんですか、あれは。的外れなこと書き上って言っておくと、IGNUS に関しては、かなり保守的な作りだっていうような否定でわ割とね、本家 IGN はね、なんかね、ワンダと巨像のリマスターみたいなだなとか書いてある全然違うだろうと僕は思ってたけどね、だってワンダと巨像のリマスターってだいぶ忠実なものだったじゃないですか、結構変わってますよ、プレイフィールとかも。 そこだから強く言っておきたいところだと、ねね、むしろ。<laughs> あれはね、ちょっと違うなとう僕はちょっと思いましたね。<laughs> 一致しなかった一致しなかった、うん、し、でもであの一方、いろんな海外メディア、僕と結構、あの見解、同じところも、まあ、ラスアースのレビュー2のレビューの特徴が全然見解一致しなかったけど、うん、今回は、まあ、ちょっと聞こまてしまい、まあ、<laughs> <laughs> はいはいわかりました、じゃあ、まあ、期待してね、はい、待ちましょう。はい じゃあ次渡辺さ僕はですね <laughs> あのちょっとタイトルがあれなんで「ダンジョンズディジェネレートギャンブラー・ギャンブラーズ」という,うまあこれあのタイトル聞いても分かんないと思うんですけど「ブラック・ジャック版バラトロ」とか言われてるようなゲームで要するにブラック・ジャック21を揃えて、うん、まあ あのディーラーと対戦するみたいなブラックジャックをベースにしたローグライトデッキ構築型カードゲーム、はい、でこのゲームあんまりスチームの評判がそこまで良くなくてやや好評ぐらいで、はい、まあまあサムズダウンされてるんですけどそれは何 <laughs> でかっていうとおそらくバラトロっていう言葉をみんなイメージしちゃっててこれバラトロと全然違うゲームで、まあ、要するにそのデッキ構築型のブラックジャックなんですけどこれはトレーディングカードゲームです。はい うあのなぜかっていうと、まあ、あの遊戯王のブラックマジシャンとかポケモンの怪力リザードンとか。 MTG のブラックロータスとか出てくる感じのすっげえふざけたゲームでしかもそのカードの効果もめちゃめちゃ強くて例えばあのジャックかな特定のジャックはあのポイントみたいなのを支払うと相手の場にそのジャックを移動させることができるみたいな、うん、<laughs> でこれジャック10なんでめちゃめちゃ強いじゃないですかい,です、ね、いきなり手,手元に10来たら終わりじゃないですか。すっていうそういうクソふざけたカードがめちゃめちゃいっぱいあってとにかく相手に嫌がらせしまくるみたいな、うん、逆に嫌がらせしないと勝てなくて。 あのボスとかはもう完璧にデッキ構築してきてもう21のカードをバーって出してはい、終わりみたいな話、<laughs> <laughs> 人がばにしてんのかみた,いなデッキーみたいなことをやってくるんですけどじゃあ、それに対抗策ないかというと全然そんなことなくて自分はそのルールを変えるカードを出して相手のブラックジャックの値を2十に変えるすると相手は21出してるんでバーストするみたいなそれクソふざけたカードに対してクソふざけたカードで返していくみたいな。 やつの、まあ、トレーディングカードゲームのインフレしてる効果のところを抽出してあくまでブラックジャックのルールに載せただけであってうん、うん、このゲームはバラトロみたいなポーカーでもないし厳密に言うと全然ブラックジャックじゃないんですけど <laughs>、まあ、そもそもこのゲームってあの、まあ、ブラックジャックってまあ要するに21になるべく近づけていくゲームなんですけど、はい、そもそもカードの中にマイナスカードがあってマイナス10とかマイナス9とか全部あるんですよ数字の。でそうううななるるととどかっていうと 最初10出すじゃないですか次マイナス10出すじゃないですかそうするとゼロになるじゃないですかそうするとまためくれてみたいなこと延々とやってて一生パチ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 回してってそれでカードの効果をどんどん出していくみたいなゲームですねそこしかもやばいのがこのゲームって基本的にカードを引いたら場に出すんですけれどもものによっては手札に入れられるカードみたいなのがあってその手札にカードを貯めれば貯めるほど強いみたいなマジでトレーディングカードゲームみたいなことになってきてでもとにかく引いて引いて手札を充実させてって自分がバース したらじゃあバーストしたカードを消すカードを使うぜみたいなことをしたりバーストしたカード消せんだ消せますブラックマジシャンが10以上のカードを消せるみたいな効果もあってで場合によってはその <laughs> あとスレイザースパイアのパロディーカードとかもあってこの回のダメージを2倍にするみたいなカードを手元に入れておいて相手がバーストしたらそれを置いてすげえ一撃を加えるみたいなとにかくトレーディングカードゲームとしてむちゃくちゃな効果をのカードをデッキに揃えておいて相手の完璧なデッキをいかに崩すかみたいなゲームなでもうほぼほぼその手札にカードを備えるカードとかめちゃめちゃ強くてそれさえ持ってればかあの全然勝てる。 し逆にそれが分かんないと勝てないみたいなゲームで,ーでかつバラトロみたいにその、まあ、数字を見て確率的に考えてあのまあ21に近づくから、まあ、もう一枚引く近づけリスクの方が大きいからスタンドするみたいな考え方じゃなくて、うん、とにかくカードパワーで戦っていくゲームっていうところにすごいギャップがあってまあ不評をもらっちゃってるけれどもまあこれはこれで。 面白,い面白いというか、まあ、むちゃくちゃになって笑っちゃうそもそもタイトルが「ダンジョンズドラゴンズ」のパロディでしかもドラゴンが出てくるダンジョンのステージとかもあったりしてパロディしかないみたいなそ,、うんうん、そもそもカードもねマイクロ SD カードとかポイントカードとか <laughs> <ー>そういうのもめちゃめちゃふざけたのがあって確か免許証とかもあんのかなあと放射性廃棄物のカードとかあって <laughs> それを取ると相手のカードがとか13とか15に変化するみたいなすごいふざけた効果のカードがあってそれがめっちゃ強いみたいな感じのゲームなんで。 その辺りを理解しして遊べば楽しめるかなっていうのがまあ,あってちょっとやや好評よりはもっと上の評価になってもいいゲームだとは思いますじゃあ認知のギャップがかなり効いちゃってるこれはかなり厳しいと思いますし,し,ますし、まあ、ただこのゲームに改善点があるかないかってとめちゃめちゃあって、うん、そ一番最初にチュートリアルボスみたいなのがいて HP が5しかなくて本当1回バーストしたら終わりみたいなすごい弱いボスがいいんですけど。はい んでかっていうとまあ普通にブラック・ジャックやって、まあ、17とか18になったらもうそこで終わりじゃないですか引かないじゃないですか、はい、バーストしちゃうから。っていうことをやってると相手がいいカード出してきて20とか21202019 <laughs> とかってて全然ポイントダメージ与えられなくて<ー>めちゃめちゃ粘られてその最初のチュートリアルのどうでもいいところですごい引っかかったりして <laughs> じゃんけんのあいこが無限に出てくるんですよ <laughs> この21を目指すっていう感じでみんな21にすごい肉薄してくるからと、はいしかもデッキ完璧で自分はまだどんどん作っって。 あそうか未熟なのかそうだからもう本当その,序盤のアイコが多すぎてつまんないいみたそのアイコがなくなればかなり面白くなるんですけどルルール的にアイコをなくすすのは多分難しいですねどうしてもその、うん、普通にブラック・ジャック最初はやんなきゃいけないんでトレーディングカードになるまでの道のりがやや長いっていうのが、まあ、ネックではあるものの、ね、ただこのゲームをまあどうして作ろうとしたのかみたいな意図とかはちゃんと伝わってくるんでいいゲームだとは思います。 はいありがとうございますダンジョンズディジェネレイト・ギャンブラーズですねちょっと名前もね面白いんだけど覚えにくいですねまあぶっちゃけバラトロ版「ブラック・ジャック」で検索します気がしますけどねそうでそうなるのがよくないっていうねかわいそうなそこで認知の不協和が起きちゃうんでやっぱタイトル付けとかも大事だなと思ってすごくなかなか覚えづらいタイトルですもんね英語圏だったらまた違うのかもしれないけどはい はい、じゃあ、私行きたいいと思います私はですね、<laughs> バリーピークスというゲームをやってまして、はい、これどういうのかっていうと動物の森みたいな世界でうん、うん、コージークライミングアドベンチャーを楽しめるというゲームでございます <laughs> まあ動物の森みたいな世界だからコージーのまあまはあねうん、当たり前だよねまったりできる世界なわけですようん、うん、動物って言ってもこの世界カエルしかちなみにいないですうん、うん、カエルたちがいてプレイヤーもカエルで、うん、何をするかっていうと山登りをすると。うんうん あで山登り自体はどういうふうにやっていくかってこれまあボルダリングゲームでよくあるんですけど左手がマウスのクリック、うんはい、右手がマウスの右クリック、はい、やっててこうどんどんこう,うん、うん、岩を掴んで登っていくっていうゲームになってますでこれはすごい面白いのが結構クライミングゲームって割とじっくりやるタイプのゲームが多いんですよ基本的にははい実際のクライミングは多分結構じっくりめにやるんだと思うんですけど、うん、このゲームはカエルなんで、うん あの岩,つ岩を片手で掴んだ状態からジャンプとかもできるんでめちゃくちゃ機動力があるんですよね<ー>で結果としてその崖のところをどんどんぴょ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 ん飛んでいくスポーツゲームみたいなコージーとは言ってたんですけどスポーツゲームみたいなテイストになってるっていうのが特徴です落ちても別に死なないしカエルだからねで手がめちゃくちゃすごいグリップ力あって あの岩自体はどこでも掴めるわけじゃないんですよこのゲームつか、はい、める岩が決まってるんです完全に掴める岩がところどころに置いてあってそれをまあちゃんと掴んで移動していくってゲームなんですけどなんかそのグリップ力がめちゃくちゃすごいから一瞬でもその手が届く範囲になれば届いてギュッと掴んで上に登っていけるっていうのが面白くてでシチュエーションとして面白いのは何ていうんですかね キノコみたいな山があるんですよどういうことかっていうとこう傘が開いた状態になってる山、はい、テーブルマウンテン的に、うん、そうするとこの傘のところってさ、うん、こう逆さまになるわけじゃないですか、うんはい、自分の背中が下に向いてる状態、うんうん、そういうところを移動するゲームってあんまないからい、うん、体験としてかなりそこが面白い移動できるんだ できるるできるこう、ね、<laughs> のこ <laughs> <ー>のひだの部分をそこを、ね、ブレーワイとかだと絶対無理なんだけど変 <laughs> <laughs> あの強靭なあなグリップあるんで、うん、掴んでいける、うん、まあ当然、ねあの、背中方面こう180度までしかいけないから、うん、視界の問題とかもあるんだけど、まあ、そこをうまく調整してかつジャンプするって言っても重力もあるんであらいながら登っていくっていう。うん そこがね、一番僕がびっくりしたところですね、このクライミングゲームだけど、なかなかない体験だったから、それが。へなんか、下は使わないの足ってこといや、下、カエルですか。このゲーム、実はガジェットっていう概念があって、プレイヤーをサポートするガジェットがいくつかあります、例えば、時間がスローになって、物をつかみやすくなる時計とか、ジェットパックとかあるんですけど、その中の一つに、下があります、カエルの下が。 って,やってそのつかめる掴める手の代わりみたいなっていうのがありますでい、はい、このゲーム自体はその結構オープンなフィールドで、まあ、オープンワールドでかくないんですけどそこそこ広いフィールドに11個かな山があって、うん、それを全部踏破しましょうっていうルールになってるんですね<ー>でその1個の山に対しては3個コースがあるまあ、うん、簡単普通難しいがある それをコンプすると1個ガジェットがもらえるみたいなシステムになっていてただどの山から行ってもいいんですよ一番簡単な山から行ってもいいし難しい,い,や一番難しい山の一番難しいコースから行ってもいいっていう結構自由度のある作りになってるんでまあいやちょっとこの山ちょっとむずくて無理っすねちょっと気分変えてあっちの山登りますとかもできるんでそこは工事ですねやってる最中は工事じゃないんですけど なんでそういうなんていうんですか僕結構山登るゲーム好きなんですけど<ー>最近気づいたんだけどねあの <laughs> <laughs> そういうゲーム興味ある方はぜひともやってほしいですね確かに最近なんか多いなんかライフイズストレンジの開発会社、ね、ああそうですね。 ニッチだと思うんですけどね、まあ、結構興味あって確かに<は>、うん、あのカエルが山登りするっていうその世界設定とそのゲームプレイの組み合わせがすごくいいですよねその機,機能に対して、うん、その登りやすくするための要素がカエルになってるっていうのはなんか。<laughs> 任天堂のゲームシステムからキャラクターを考えマリオみたいな雰囲気と近いとこありますよね見た目結構ね山自体はすっげー高いんで、はい、落下した時の,あのショックも当然大きいんですけど「<ー>ゲティング・オーバイト」みたい、ね、な、ね、でかいんですけど山の上にもねカエルたち住んでるんですよね <laughs> それは結構結構やあのまったりポイントこの世界でカエルたちは山の上に普通に生活してるし <laughs> なんか断崖絶壁でキャンプしてるやつとかもいるんですよ会話もできるのね一応ほとんど俺読んでないけど<ー> <laughs> そういうのもね結構なんか知って なんか日本語に対応してないんですかしてないってこ <laughs> と簡単だけかな。な,うん、なんで、まあ、そこも面白いところですね。うんうん、というわけで、ぜひともチェックしてみてください。<laughs> 千葉先生のチョイスがすすごいです <laughs> <laughs> いやこれね、実は、ね、結構前からあの待ってたゲームなんですよ。<laughs> えー、3年くらいね待ったね、えーあの、最初に電話番出た時から、もともと学生プロジェクトだったそうなんですけど、うんうん、政府の延長とかを得えて、製品ンっていう話らしいです。 というわけでバレエピークスでした。はい、というわけで、えー、3つ紹介してきたので、ね、ぜひとも皆さんチェックしてください。サイレントヒルに関してはね記事もあるんで記事もぜひご覧ください。はいはい、というわけでここまでにしたいと思います。ままた来週お会いしましょうそれじゃあねババイバイ,バイ,バイバ